1番だったの、うん、1番まだ力の半分しか出してないけどねあのやっぱりね道具は新しい方がいいみたいそうねコンマ1負けたんだっけ、コンマ1号まああの3年分の感じとしたら、まあ、2、3秒はねちょっと負けてもおかしくないぐらいだからいいんじゃないですか今僕のミラーに映ってる11年の Z 法のこの未来に映ってる威圧感がすごくてもうすでにすごい怖いんですけど神風右京やはりドライバーとは負けず嫌いなものなのか、これはちょっとハンディもらわなきゃダメでしょ。いや世界の神風右京がいやプライドないからあの、うん、あ俺だけ一周減産、だってラップタイム15秒とか6秒違ったら、はい、4周したら、ええ、だってみんなが4周する間に俺1周少ないんだよ。いやっていうか冷静に計算できてるんですね計算通り皆さんそのぐらいのハンディも上げてもいいと思う人いいのかみんな。じゃあ OK、はい、じゃあ右京さん4周、ね、はい、4周全開だから全力でお願いしますよ。はい、ポールポジションに右京、そこから河野、谷口、片岡と続く。1周目をかなりうまく抑えないと勝機は全然ないってことだな。さあ5秒前のボードが出ました。さあエンジン音が高まった。シグナリー収録ベッド点灯、そして今ブラックアウトにスタート。おお、シグナリースタートだ。さすが河野俊介、カウサオルキースタート。ブロックすべくコース中央へ進路変更。谷口ががっつり止められたのに対し、片岡は何事もなくサイドからパス。そして1コーナーを立ち上がる頃にはアウトサイドから行ったのは、これも Z4 早くも、あ、片山右京が見事にドベにやっております。わずか200メートルの1位ということになりました。いや200メートルの命でしたね。え、4周だからまだ、ね、そうか、まだまだこれ 4位になっております。片山右京選手なんです。それだけ4周というまだぶっちぎって難しいよ、そのレース。難しいよ、はい。さあ、そして河野俊介選手、容赦なく壊れております。谷口選手に、いやー GT300 のこの BMW のこの加速すごいね。バックストレッチでどうやら F4 が捉えられまして3番手ダウン。さあコントロールライン前に戻ってきた。最終コーナー立ち上がってくる。いやー、片岡達也選手が速い。2番手谷口伸輝選手。いやー、でも片岡選手はもうスタートから速かったね。さあスタートの、そしてぶっちぎりのトップが今1号車がつくんです。だから若王さん50秒ちぎってバンバ君わかんない。ちょっと解説してみるか。バンバ君、ね、解説お願いしますちょっときついかな。本当に追いついてきました。そして片岡達也第2 AP を通過したところで、今度は後ろから谷口伸輝に食らいつかった。これは大変だ。 TGT だ、 TGT、 そう TGT、 はい、はい、その意味は TGT、 はい、谷口ゴールデンタイムですなるほど、ね、中入会やってる時もね、谷口さんが言うあの時間帯があるんです。スリップストリームから今1コーナーのサイドバイサイド、前に出たのは谷口か。谷口が打てるトップ不動だ。まさにここが今 DGT、 0秒00、谷口ゴールデンタイム。いやすごいですね。今年の GT で使わせてもらうよ。 DGT まだぶっちぎった。片山右京さんも今これ片山ゴールデンタイムなんじゃないですか。30秒ちぎってる、ね、はい、さっき50秒だった。今20秒ちぎってる。っていうことはちょっとまずいんじゃないの、これ。右京さん計算上結構まずい。今アキさんがここにいらっしゃるんですけど、無線でちょっと右京さんに葉っぱかけてもらえませんか。ちょっとね、喋れない、何のための無線だよ、はい、ということでですね、まあそんな感じで。いやーでもこれ大橋さん、このなんかレーシングミクのこの GT300 の2台をこれテールトゥーガールでバトルしてるって、今までのミクのサポーターの皆さんにとってはこれ至福の時だね、これ。おお、
いですよ、すごいですよ。逃げが、これだってミク同士がこれ突破争い、これサイドバイサイドするなんてたまんないですよね、ガチたまんないですよね、54秒。右京さんルールができちゃったから、このシュウ君の立場がなくなってきたんだね。右京さんルールが、右京さんルールがですね、一番これ聞いてるのは右京さんも今、最終コーナーなんだよね。右京さん今最終コーナー、あ、これ、あ、片山右京さんはもうこれでファイナルラップですか。片山右京が帰ってくるとファイナルラップということで、さあ、でもファイナルラップ、これでファイナルラップでしょ、これ今これからファイナルラップよ。これでファイナルラップ入ってる、すげー攻めてる、すごい攻めてる。片山右京さん今脱輪してる。片山右京さん今脱輪してる。先ほどの神風右京の走行、最終コーナーを立ち上がって攻めに攻めたライン取り、さすが。さあ、そしてまたレーシングウィーク、今コントローラー通過、今度は片岡と谷口ガチだ、並んでいる並んでいる、1コーナーまた並んでいる。さあ、前に出たのはどっちだ、前に出たのは谷口か、前に出たのは谷口、いやー谷口がまたトップになりました。いやー、そしてコントロールラインがちょうど真横に並んでるんだね。0秒0秒でトップ、あ、トップね、今第2ヘアピン、あーやばい、片山右京の思うつぼ、片山右京の思う、あ、え、来た第2ヘアピン、第2ヘアピン、いや、バックストレッチ、これバックストレッチエンドにもうすぐ片山右京が入るぞ。片山右京、さあ片山そこでスピンだ、片山そこでスピン、スピンをしてくれ片山、いやー最終コーナー立ち上がってくる一瞬、あー片山右京がチェッカーを、片山右京がチェッカーを受けてしまって、まんまと優勝片山右京、ぶっちぎり。そして今第2位は谷口が打てる、第3位片岡達也、5秒ぐらいちぎってますね。いやー片山右京の5秒ちぎったって分かんねえよ、5秒の意味が分からん。一周減算の神風右京が勝利、もう少しで3台並んでのゴールも期待できたのだが、15秒ぐらいで4周しても抜かれちゃうでしょ。F1 の100倍ぐらい頑張ったんだけど。F1 の100倍頑張った。もうブレーキもね、リアもね、ズルッズルだけどね、こんなに集中して走ったことないんだけど、でも後ろ見えてきてもうやばいと思ったけど、一周間違えてた。一周間違えてた、そんなのある。チェッカーを受けてのウェイニングラン、そのラップ、神風右京の車載映像を見て我々は耳を疑った。違う、もう来てる、やべえ、最後だ。80Rコーナーをスライドしながら飛び出してくる神風右京、完全に攻めてますが、直後ふと我に返る。フルコースコーション、第2ヘアピン手前ポストのイエローフラッグに気づいた神風右京、危うくダブルチェッカーでしたよ。みんなでゴールするはずだったのに。すぐこれだもん。でも片岡さん、今日はミクのファンにとったらサイドバイサイドのバトルは痺れたよ、この2台が。あのね、そもそも自分でも走りながらね、ええ、前にミクとか横にミクとかない光景でしょ。そうそうそう、ないよね。なんか不思議な気分で走ってて、うん、ただ最終ラップで台無しでしたね。まあ普段いかにね、あの監督が緻密な計算をして僕らに無線を飛ばしてるかっていうことがよくわかると思いますけど、まあね、いやでもそれでも本当素晴らしいね、2人のバトルをね見せてもらいましたけれども、そして最後はですね、空気のような感じでチェッカーを受けました河野選手。でもあれ、オープニングラップの時にみんなにどかどかかわされた時はびっくりしただろ、あれ。結構いや本気で結構怖かった。やばいよな、あの1コーナーとか、はい、本当に片岡さんに、あ、ちょっとやばいなって、なんかアウトからズバッときたよな、結構もう超フルブレーキング。右京さん、最後に一言だけ言っておきますけど、世界の小林可夢さんが右京さんに失望されてましたから、ね、これが片山右京だって僕言ってきましたけど、まあ、結果的ですけども、もうちょっとね、みんな考えたり、そういう風に大人であれだけど、勝ちは勝ちですから。また一つ伝説を積み重ねた。そうですね、ファン大盛り上がりの感謝祭、次回はぜひ現場でお楽しみください。